ございます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日ですね、こうして3人で、はじめ座長のところにお世話になりまして、勉強させてもらいに来ました。夜の部もですね、皆さん、残ってくれますか？はい。はい。も半分もらったね。あ、俺の頼み方が、はい。本日、皆様、お日柄もよく、はい。夜の部も残ってください。どうもいらっしゃいませ。本日ご来場誠にありがとうございます。本日人だけでございます。今週お世話になっております。本当は今日ですねラストショーなかったんですけど、僕のわがままで付け加えさせていただきます。なんか一人いいかとしますね。俺のおかげで楽しめたぜみたいな。違うよ。なかったけど俺のわがままで時間超過するのね、付き合わせていただきまして本当に申し訳ないです。ありがとうございます。最後までお付き合い、まだ夜の部残ってますので、夜の部までお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。頑張りますんでよろしくお願いいたしておきます。皆様方もいいんですか？座長喋らないですか？喋った方がいい、喋った方がいいですけど、せっかくなんで、どうぞもっと前に。いやもう、はい、オイル飲んで。え、いやいや一言、オイル飲んでふふふじゃないですよ。あとまだ僕10分ぐらい喋るつもりなんですよ。一人で喋った。喋れないですか？何が？え、喋れない。工場で喋っとって。あ、初めて喋る。あ、俺は喋らん。いやもう本当に小さい時から可愛がっていただいておりまして。なんで初めだっちゅうの？俺最初言ってたのに。元初めだちゅう。元初めだちゅう。そうなんです。もうずーっともう何十年も座長でやっても、今、宝座の座長の、中野和也座長の、お師匠さんでございまして、先生なんです。そうなんです。なんで、私たちも本当に小さい時からずっと、まあ今でも十分小さいんですけども、いつまでも現役で、打ちましょうか。オイルの温度、俺取っていいの？本当？何でもええやん。本当ですか？何でもええやん。それでは本日めでたくお昼の部よりお入りを頂戴しておりますので、最後はお入りページ3本締めで締めたいと思います。まず一つ、本日お越しくださいましたお客様方お一人お一人のご健康を願いまして、また一つにはこちらバイナンザ、また新生劇ますますの発展を願いまして、そして3つ目は、大道寺はじめ先生があと30年現役で頑張れるように願いを込めましてのお入りページテーマです。おいるんでー、手を拝借よーしゃう、よいしょ、どうもありがとう。